はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は強化されたマリー・アントワネットを使って遊んでいこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。外がすっごい風が強いですね今日。ねえ、まあすごいって感じです。ということで、まあグダーっとやっていきます。踊りましょう。今回マリー・アントワネットなんですが、第一スキルが強化されました。もともと敵かっこ異性に確率で魅力付与1ターンのみ、だけだったんですが、それが敵単体に確率で魅力付与、そして攻撃力アップという形になりました。これによりどうなったかというと、超単純で魅力パル使われるようになった、かつまあ攻撃力アップしたことで火力を上げやすくなったという点で結構良くなったんじゃないかなと思います。で、画像を上げてるんですが、魅力の倍率に関しては変わっておりません。で、攻撃力に関しては、レベル最大で 20% アップしてくれます。で、一応マリー・アントワネットの宝具がクリティカル威力アップ 20% があるんで、まあそこだけで 20-20 で、まあ実質 40% 以上の火力を出すことができるって考えた時に、まあまあ良くなったんじゃないかなとか思っております。魅力ですね。なので異性、男性女性関係なしで敵単体に魅力がかかる、これ普通にいいね。やっぱり基本魅力に関しては、まあ魅力パレ使おうと思ったら基本男性相手で使ったりすることが多かったりするんですが、それが縛りがなくなったってことを考えると、まあまあ良くなったんじゃないかなと思っております。実際のところいい強化だしね。アントワネットの宝具打ちたいか、適当に NP 貯めるか。で、マリー・アントワネットなんですが、モーション変更がされて可愛くなりましたね結構。まあただアーツのヒット数とかそこら辺は変わってないんで、そこだけは注意してください。マリー・アントワネットで宝具を回していこうと思う場合は、基本オーバーキルを狙ってぶん殴っていくといいかなと思います。すごい死にそう、大丈夫？うわー、すごい嫌がらせのようにやってくるね、シャンタクさん。次のターンに普通に弱体解除しますか。玉物前を3枚目に持ってこればよかったって今すっげー思いました。やっぱアーツのクリティカルした時にエウロペの方がたまるね。で、まあエウロペ今回連れてきてる理由なんですが、まあ同じライダーっていうのと、エウロペは全体の魅了ということで、まあ一応互換性っていうのは変なんだけど、まあちょっとマリー・アントワネットの上位互換とも言われてたりするね。で、こっち、エウロペに関しては全体魅了が入るんで、まあマリー・アントワネットよりは魅了は入りにくいという形になります。で、ここ普通に弱体来てるんで、そのまま解除してぶん殴っていきます。けどこれ飛ばす？飛ばしそうだな、そうよ、ようよう考えたら飛ばすだろうな。で、今回ね、普通に玉物前使っている理由なんですが、スキルの加速をしたいからというだけです。で、ギロチンブレイカーした時に弱体解除しつつ、自身に HP 回復で、クリティカル発生率アップを味方に付与してくれるということで、次のターンのね火力が出しやすいっていうのがあったりするね。で、ここどうしようかな。 AT 加速させてクリティカルで殴りたい気持ちがあるからそうしよう。で、一応ここクリティカルしてくれたら 20% 火力アップしてくれるんで、まあ基本火力が出しやすいっていうのがあったりするね。うわぁ、もうまたスター発生率ダウンだよ。毎回毎回こいつらするからね、ちょっと嫌いなんだよね。無敵張っておいて、弱体耐性アップの、防御力上げておいて、星出ししたところで意味ないんだよな、悲しいことに。アーツチェーンしてやるか。アーツチェーンしよう。で、タマモはね、やっぱスキルターンを加速させてくれるという意味で本当にいいね。まあ個人的にマリー・アントワネットをうまく生かしていこうって思うんだったら、タマモ、スカディ、アントワネット、こういう組み合わせが一番いいんじゃないかなって思ってます。まあスカディシステムということで、マリー・アントワネット9でぶん殴っていくっていうのもありなんですが、
まあ事故った時のことを考えたら多分こっちの方がいい、タマモスタディの方がいいかな。で溜まった。であと CT 加速させることによってこれですね、魅了の、じゃあ無敵なやつの回転数を上げることできます。で今魅了打ったんですが外されました。で第3スキルをちゃんと打つことにより精神異常耐性成功率アップ、精神異常付与成功率アップしてくれるんで、基本魅了で確定に入れたいなと思う際は第3スキル使用してから第1スキルを使用しましょう。これポイントです。打たなかったら普通に死ぬ時があります。ダーツバフしておいて、まあ気持ち星出しやっときますか。多分死にはしないんだけどね、いい感じの火力は出してくれるはず。ただマリー・アントワネットの宝具良くなったね、すごい良くなった、綺麗になった、好きって感じだね。でとりあえずここで星をある程度出しておいたんで、まあ本来だと星に関しては14個とかそこら辺ゲットできるはずかな。エウロペで2030年のかけられプラス8しているんで、まあもうちょっと、少なかったりします。で加速させて、ここクリティカル確定、まあほぼほぼ確定ですね。ここで殴った時にどれぐらいの火力が出るのかっていうのを俺は見てみたいと。まあ本来だとバスターがあればよかったんですが、マリー・アントワネット自体がコマンドカードがバスター1枚しかないということで、まあ火力は一気に出しにくいっていうのはあったりするかな。8万2000が、ああけどやっぱ1万2万近く出てるね、クリティカルで。そう考えるとやっぱりクリティカル発生率アップと攻撃力アップをつけることにより結構回転率は上げられそうだね。すごいクリティカルするね。あとマリー・アントワネットはやっぱこの HP 回復しながら3回無敵かっこ上限なしっていうのが強いね、本当にタンクできる。でここはもう、あと敵の体力がもうないので殺します。下手してこれクリティカルしたら死ぬねするんだよな。やっぱバスターで殴った時の火力が一番いい感じになるから、クリティカルってことを考えるとバスターアーツアーツとかバスタークイッククイックで殴ってあげると一番良さそうだろうね。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。ローリングは長かった。Thank you.